やっぱり順番に呼ばれていってる。どこに連れて行かれるんだろう。ガーデンのこと思い出す。ここちょっと嫌だな。いつまでこの状態続くんだろう。次の作戦までは待機、そう言われたろ。言ってももう何十日も経ってんだぞ。ココロちゃんとミツル大丈夫かな。みんな、ミツルちゃん、よかった。もう会えないかと思った。二人とも無事でよかったよ。ごめん、俺が結婚式をやろうなんて言ったから。結婚式？え？結婚って何？おいおい、盛大にやっただろ。死が二人を分かつまでって。指輪だって交換したじゃないか。これはいつの間にか指にあっただけで、そもそも彼女は新しい仲間ですか？え？新しく来たのはあなたの方じゃ。ねえ、二人ともどうしたの？変だよ。記憶を操作されてる。あの時と同じだよ。僕らの見つけたこの場所は、身を寄せ合うにはもろすぎて、僕らの大事にするものはいつもすぐに壊される。桜、それを僕らの宿命というのなら、もう僕らは委ねない。僕らはもう限界だ。